よし、ヒョウモネです。U20。前回の続きからやっていきましょうかね。ツンっていう怖い話、これかな？この怖い話に多分、スポットが当てられていくんだと思いますよ。予想以上に強い衝撃だったのだろう。ばあさんは後方へとひっくり返り、小さく潰れて、ああ、なんか、その怖い話、ツンって怖い話をしてたら、ばあさんにいきなり怒鳴られて腕をつかまれた女の子。おい、ナミ。ごめんなさい。謝るが早いか、ナミは公園へ走り出していった。そして女の子の声をいつも読むのに苦労する俺。その後を後藤が追いかけていく。周知が一歩遅れる。だが倒れたばあさんを放っていいのかどうか判断に迷う。大丈夫ですか？恐る恐るばあさんの様子を伺うために近づく。が、途端に足首をつかまれた。怖えよ、普通に。へ、乾燥した冷たい感触、そして爪が食い込む冷徹の痛み。ばあさんとは思えない強い力。あんたら、何の話しとったか分かっとんのか？ごめんなさい。足を大きく振り向き、ばあさんの腕を振り払った。出行けば一目散に公園と流れていた。玄関に座ってスニーカーの紐を結ぶ。終わりか。おー、なんかばあさんが結構過剰な反応したけど、なんだろう。昨晩母親から先生に渡すように言われた書類が、ちゃんと乱雑に入っていることを確認する。よし、行ってきます。習字かな、これは。習字は扉を閉じる前に玄関の向こうへ声をかけた。母親はとうに出勤を済ませ、家の中は空っぽだ。しかし、ほんの半年前、今の家に引っ越してくるまで、当たり前で、すっかり習慣になっていた。住み着いたアパートの階段を降り、細路地から通りに出た。車通りは少なく、大人の背丈ほどの深さがある用水路に、たっぷりと水が流れ、左右に広がる田んぼに流れ込んでいる。集団登校になるために、個別登校の心細さはまだ残っているが、それもおはようの声が集まり、黄色い帽子の列が長く太くなることで解消されていく。この画角も引っ越せばまた変わってしまうのだろう。大きく息を吸う。温められた湿気が鼻をくすぐる。濃い土の匂い。道路を囲む田んぼからか、周りを囲む深い山から流れてきたものか、もしくはその両方かもしれない。ゆっくりと息を吐き出す。すっかり慣れたものの、たまにこうして実感することがある。この町は町に住んでいた町はもちろん、おばあちゃんの家よりずっと田舎だ。なんか、同じ繰り返しの表現があるから、はぁってなっちゃう。おはようございます。突然大きな声が道に響いた。何？うわ、おはようおじさんだ。なんすか、その珍妙なものは。誰かがバカにしたような口調で言った。てか、今の挨拶はおはようおじさんなの？なんなん？数少ない信号のある十字路の真ん中に大人の男が立っている。半袖に短パン姿で靴も履いていないような風体。悲しいほどに数を減らした長い白髪が、おはようございますの声とともに振り乱される。わぁ。おはようございますおはようございますおはようございます気味の悪い丁寧な挨拶はすれ違う児童たち一人一人に向けられている。二人が並んで歩いていたら、二回続けて、三人なら三回という具合に。学校に向かう児童が十字路の三方向からやってくるというのに、一人残らずおはようございますをぶつけていく。うわぁ、怖いなぁ。なんか別に怖いことをしているわけじゃないが怖いなぁ。聞いた話では試しに十人同時に通過しようとしたところ、信じられないそこで挨拶を繰り出し、見事に十回やりきったという。おはようございます。順次と目が合うなり、おはようおじさんが挨拶をかます。かけた前歯の隙間から垂れたよだれがシャツにシミを作っていた。おじさんはずっと周知の方を見つめていた。頭を下げている間も、上げた後も、ずっと笑顔のままで。周知は他のみんながそうするように視線を振らし、足早にその場を離れた。怪しい者には近づかないのが一番だ。おはようございます。ああ、違う。おっさんじゃない。
背後からおじさんとは違う声で挨拶が聞こえた。おはよう、修二君。振り返った修二にも同じトーンで声をかけてきたのは、メガネをかけた長身の女子、ナミだった。ナミだった。黄色い帽子をまっすぐにかぶり、ランドセルも背中にちゃんとくっつけて背負っている。ナミ、お前怖くないの？挨拶返すくらい普通だが。修二の方は非常識だという口ぶりだ。まあ、そうなんだけど、そうなんだけどね。普通が通じない相手もいるでしょう。言いながらおはようおじさんの様子を伺う。唯一返事を返してくれたナミに興味を示さず、後に続く低学年の女子生徒をおはようございますと驚かしていた。ああいうのはオタクって言うんだぜ。子供を誘拐して殺すんだ。宗教にはまって毒ガス巻く奴らだってきっとあんな感じの。はあ、何も知らんのね。そこは。ナミは足を止めて、どうしようもない奴とばかりに、哀れみの視線を習字に向ける。あんな、あのおじさん昔はすごく怖い人だったんだね。迷い込み地に住んどるんだけどな。迷い込み地。迷い込み地は町にある古い一角だ。妙法僧の小道が水路は廃屋によって分断されており、文字通り迷うほど細い道が入り組んでいる。子供たちの間では鬼ごっこが最も盛り上がる場所として有名だ。大声で遊んだったら飛び出してくんの。捕まったら筋骨食らって正座させられるぐらいだったんだがん。だがん。それが急に子供に優しくなったんよ。だがんが馴染まないな。髪をなびかせておはようおじさんの方を振り返り、波は続ける。雨をくれたり遊ぼうとしてくれたり、きっと反省したんよ。あの挨拶だって、きっと見回りのつもりだで。雨配るからいいとか？俺は余計危なく感じるけどね。だから、おはようおじさんは危なくないっての。わかんないな？わかんない。迷い込み道って、畑の前にある家の並びだろ。俺捕まったことないもん。はぁ、俊二君は今年引っ越してきたからだよ。おじさんが優しくなったのって7年前だで。7年？俺たち3歳の頃じゃん。そこまで行ってピンときた。あ、ナミさ、偉そうに話してたけどさ、お前も大人に話聞いただけだろ。そうだな。だから、何？続きの言葉だった。表情は冷静なままで、それどころか修士のことを、小さいことを気にするガキとでも有名で見下ろしている。わ、噂じゃないし、修二君がおじさんのこと知らんのだって、本当のことっしょ。ぐっと詰め寄り、さらに顔を近づけてくる。彼女が朝食べたであろう味噌汁の匂いすら嗅ぎ分けられるほどの距離だった。きっと嫌だな。まあ、どっちでもいいけどさ。圧力に負け、修二が一歩下がる。俺は知ったかぶりするだって言ってるくせに、自分はするんだな。知らんし。まあまあ、小学生ですからね。ナミはぷいっと顔をそらし、カチャカチャとランドセルを鳴らしながら足早に学校への坂を登っていった。坂を登り切ると、青緑色のフェンスと木々の陰から校舎が見える。2階建ての木造で、日が当たっていても校舎の周りだけひんやりと冷え切るように見える。もちろん今は使われていない木造の建物は旧校舎だ。修士たちの教室がある校舎はそのさらに奥。3階建ての鉄筋コンクリート製だ。都会と違って、一棟しかないのは、各学年一クラスしかないためだ。うん。校庭でドッジボールに夢中の男子と、日陰で一輪車に興じている女子たちの、賑わいはどこの小学校でも同じだ。修二もさっさとドッジボールに参加するために、駆け出しで学校へと向かった。ん？いつものように校門の前で先生が立っていた。一人の生徒と呼び止めて何やら話しているのもあまり珍しいことではない。だが相手がナミとなると少々事情が違う。遊び半分やからかいのために先生に絡む生徒は珍しくないが、ナミはそういう性格ではない。先生から注意されるような悪さもしないはずだ。何の話をしているのだろうか。気になるが首を突っ込んでも得することはないだろうし。
おはようございます。さりげなく挨拶し、自然に通り過ぎようとしたところを先生が手招いた。おう、岡田、ちょうどいい。ちょっとこっち来い。ドキリとした。先生に呼び出されていいことなど一つもない。とはいえ、無視することもできない。そうだね。何ですか？岡田は、弟仲良かったよな。ええ、まあ、多分。何か聞いてるか？何かと問われてもわからない。後藤関連でありそうなのは、後藤が女子トイレに30匹ほど帰る話などを止めなかったことだろうか。何やってんのそれ？それは3日前のくらいすでに決着したはずだ。すげえな。小学生ちげえな。角刈りの頭に汗を浮かべた先生の思惑を探りながら、ちらりと波の表情を伺った。波も怪訝な表情をしている。同じことを聞かれたのだろう。聞いてないなら別にいいんだけどな。先生は視線をするし、ポロシャツの襟元を一度はたいて、太い腕を組み直した。詳しいことは聞くなということだ。では、失礼します。一礼して察して歩き出した波に終始も続いた。失礼しまーす。自分の要件が進めば、それで十分。一方的で理不尽。よく大人がやることだ。子供の不安を煽らないように、というのは、聞き方から気をつけるべきだろうに。司令の内心には不安が芽生えていた。後藤と仲がいい、身を守るために一緒にいるだけだ。一緒にいるだけだが、大して子供に興味のない教師からはそう見えるのだろう。その勘違いや根拠に司令も巻き込まれるかもしれない。一体何をやらかしたのか。ブランドの真ん中の方へ目をやる。いつも元気にドッジボールをしているはずの後藤の姿はどこにもなかった。教室の中は、どうかすると、グランドよりも暑い。教室の中はどうかすると、ちょっとよくわかんねえ言い回しだった。クーラーがついているのは、図書室と職員室くらいで、教室には古い扇風機は2つついているだけだ。いいね。扇風機ついてんの？私の時代はなかったよ。くそ。私、その扇風機は、授業中にしか使用することはできない。生徒は下敷きをうちわ代わりで仰ぐものの、焼け石に水という状態だ。しかも出席を取っている最中では、下敷きうちわすらも禁止された。ああ。じっとしているだけで体がゆだる。止めどなく汗が流れても肝心の頭は冷える兆しすらない。冷えるの汗を吸った服が常に吸い付く腹と背中ばかりだ。これ時代的には現代なのかな？昭和みたいな感じじゃないのかな？大きな体温差で集中力の落ちた耳に、一本調子のセミの鳴き声が眠気を誘う。このまま机に突っ伏したらどれだけ気持ちいいだろうか。前にそう思う。だがそういうわけにはいかない。出席確認中の先生から怒られる。ぼーっとする頭をなんとかはっきりさせようと、目玉をぐるぐる動かし、桃をつねった。なんとか意識をつなぎ止めながら、ちらりと隣の空席を見合った。右隣の後藤の席は空席のまま、今日は休みなんだろうか。だとしたら羨ましい。うのー。変。リズの先頭で、波が返事をする。最後尾に座る修士もだあと5人。目を意識的に大きく開き、さらにまぶたを親指と人差し指で限界まで開く。その時だった。廊下から聞こえた大人の叫び声に教室が静まり返る。カチコチという固く細い時計の秒針が固まった教室の空気をノックする。首の裏に冷たい電流が走り、揺らっていた感覚は消えていた。なんだろうね。窓の外から聞こえるセミの声がとても遠く感じる。何今の声？誰かがひっそりとつぶやいた。みんなの吐息や声がさざ波のように広がる。小さな波を重なり合い、大きくなる。落ち着きなさい。重い声が今にもしぶきを上げそうな動揺を抑え込んだ。気にするな。他の先生が様子を見に行っているはずだ。わかったな。そう言って先生が教室をゆっくりと見渡す。目に見えない布をかけられたように、教室は静まっていた。すっかり波が収まるのを待ち、再び出血を取ろうと先生が出席場を開く。その時、
教室の扉が開いた。先生、ちょっと急いでくれますか？あ、急いで来てくれますか？扉を開いたバーコード頭は教頭先生のものだ。やっぱ教頭先生といえばバーコード頭だよな。教頭先生、どうかしましょう？あ、実はその…教頭先生は口ごもり、残り少ない髪を張り付く頭をハンカチで拭う。シワだらけの目元が教室の机の列をちらりと見たのを終始は見逃さなかった。とにかく急いで、お願いします。わかりました。お前ら、教室から出るなよ。返事を待たずに先生は駆け足で教頭のタワーを追いかけていく。普段は廊下を走るなんて怒っているのに。それが大人ってやつだぜ。先生たちの姿が見えなくなるや否や、教室はただならぬ雰囲気に巻き上がって。何だっただろう。教頭が来るのでおかしいよね。もしかしてテロリストとか。ははは、映画見て。あ、まだいる。テロリストは小学校に行かないで、小学生の声じゃねえな。もしかして太田くん。やだ、怖い。小学生のあだ名が好きって、おかしな人なんでしょ？すごい偏見だ。おのおのが勝手に犯人を予想し、突然訪れた不穏なイベントを楽しんでいる。なあなあ、ちょっと見に行こまい。男子の声、クラスの数人がその言葉に同調した。バンと机が叩かれた。じっとしとれって言われたでしょ？教卓に最も近い席に座ったまま、背後を振り返った波が、不調と同じくらい鋭い視線を光らせる。興奮している男子の目が泳ぐ。わかってるって、本気じゃねえよ。引きつった顔を取り繕い、扉の前で足を止めた男子たちは、廊下から足を引っ込めた。あれ？と、扉から廊下の奥へ視線を送っていた男子の一人が、廊下へと出た。すかさず波の女性が飛ぶ。ちょっと！後藤じゃん。おぉ、おそっす。聞き慣れたガサツな声が教室の中にも聞こえていた。うん、どうした？何したん？授業中に廊下に出ていん。え？誰が誰だ？いやー、なんか事件があったみたいだね。先生がどっか行ってんだよ。後藤、こっち来るだけなんか見んかった？いや、別に、何も見なかったで。いざなあり。いつも通り。そう、いつも通りの後藤のことだったために、廊下側の窓がすまじい音を立てて、砕けた。お。察知したよ、俺。わー。モブが。え。消えた。消えた。モブの冷圧が。まあいい。教室内に飛び散るからす。甲高い悲鳴が響き渡る。廊下には、いつも通りの顔で金属バットを振りかぶる後藤の姿があった。再びガラスが砕き散り、悲鳴が巻き起こった。3枚目、4枚目、次々とガラスが割られていく。その度に、窓際で身を寄せ合ったクラスメイトたちの悲鳴を上げる。何してんだよ、バカ。先生、危ないと。窓から逃げよう。ここ3階だよ。俺やだよ。罵倒する者、逃走方法を相談する者、どうにか後藤と話をしようとする者、それを止める者、すべての声が涙に触れていた。扉を開き、後藤が教室へと入ってくる。これ以上ないくらいに、全員が体を緊張させた。何してみんな。窓の近くで固まっとって。新しい遊びかなんか？扉の前で、後藤が金属バットを肩に乗せて笑った。くしゃりと顔が潰れる。見慣れたいつも通りの後藤の悪い方。どうなんだろう。後藤どうしちゃったんだよ。後藤は、窓ガラスが割れてるかと思ったけど、そうでもねえや。ようだった。ようだね。わあ、BGM がようだ。唾を飲んだ。はずだったが、何も喉を通らなかった。からかいに乾いた口からは、かろうじて息だけが漏れている。後藤が一歩こちらに近づくたびに、行動が速くなる。今にも破裂してしまいそうだ。後藤は、躊躇の一切ない足取りで、教卓の前まで来ると、くるりと向きを変え、教室の後方へと向かい、自分の席に座った。そんなにくっついて、みんな熱くない？いつもの口調、いつもの言葉遣い、
軽くなまった日本語。聞こえるのに、意味はわかるのに、理解ができない。後藤、お前大丈夫なのか？喋った、というよりもこぼれた。修二の言葉に後藤はヘラッと笑う。大丈夫じゃないで。今日めっちゃ暑くてマジ死にそうだし。クーラー欲しいわ。そうだな。そうかもしれないけど。今日は暑い。そうだ。だが聞きたいのはそういうことじゃない。頭の働かない修二について、今度は波が口を開いた。後藤くん、窓、なんで終わったん？あれ？気持ちよさそうだっただよ。気持ちよさそう。そう。言葉なげにそう言って、後藤は、机の脇に置いたバットを軽く、バットを握り軽く一振り。ごめんなさいね。思いっきりあったら気持ちいいんじゃないかって、めっちゃ気持ちよかったで。あと、後藤が身をかがめ、ランドセルの中を探る。これも気持ちよかったで。取り出した何かを机の上に落とした。どちゃり、嫌な音。途端に今まで最も大きな悲鳴が響き渡った。うわぁ、なんだこれ。机に乗されているのはウサギの死体だった。何度も、なんて読むの？だ。わかんない。ちょっと泥でぐちゃぐちゃになっている。長い耳がなければ、泥の塊だと見間違えたかもしれない。そのウサギはどこから来たものなのかと考えるまでもない。この辺りでウサギがいる場所など、学校の飼育小屋だけだ。世話している時にいつも考えとったんよ。この柔らかいふわふわ、バットで殴ったら気持ちいいんだろうなーって。そう言って後藤がウサギだった塊に拳を投げる、振り落とした。わー、行かれてるぜ。ほら、これ、ほら、すごくね。まだあったかいし、ほら。誰がやる？誰もやらんの？もったいねー。こんなに気持ちいいのに。跳ね返った血が口に入るのもいとわず、何度も愛おしいに拳を振り落とした。肉は飛び散り、血が跳ねる。砕けた頭から取れた目玉が机からコロリと転がり落ち、跳ねることもなく床に張り付いた。やめろよ！甲高い悲鳴が響いた。誰これ。ナミか。やめろよ！再び同じ声、今度は震えていた。もうやめろよ、ごと。あんたおかしいよ。鼻水をすり、おえつまじりでありながら、波ははっきりと後藤を避難した。なんでこんなことすんの？だからさ、いつかやろうと思ってたんを今はやっただけだでよ。別におかしくねえし。後藤の言葉には罪悪感がなかった。むしろなぜ理解ができないんだという不満すら滲んでいた。いやいや、怒んなよな。別にお前が死ぬわけじゃないし。なあ、主人。お前もそう思わねえ？でも、突如指名を受け、修二は止まった。まだ頭が状況を理解していない。後藤の行為は悪いこと、間違いない。しかし、恐怖が思いに蓋をする。素直にはどんな目に遭うか分かったものではない。返答に詰まる修二に、後藤は首をかげた。あれ？おかしいな。修二。お前もしかして波の味方するんか？いや、味方ってわけじゃないけど。ずっか、修二もバカにすったんだな。え？ガタンと椅子から立ち上がる音がした。頭に痛烈な衝撃が走った。チカチカと視界が明滅する。耳に届く女子の悲鳴がぐるぐると呼んでいた。一歩遅れて激痛が襲った。ガランと足元で何かが転がった。後藤が金属バットを投げてきたのだと分かった。体を制御することができず後ろへと歩く。後頭部から壁にぶつかった。眼球が飛び出るかと思うほど痛みと衝撃だった。喉から息とともに力が抜けた。体が動かない。視界は歪み、音は遠い。誰かが覗き込んでいる。何か言っている。耳の奥で、ザーザーとテレビの砂嵐のような音が言い争うように眠っている。喉に圧迫感が走った。息ができない。必死にもがく。しかし腕も足も何か別の部品になってしまったように、思うように動いてくれない。喉の奥で、みちみちと嫌な音がした。耳の中では砂嵐が一層激しく荒れくる。暴れ回る自分の心臓の動きが喉と頭を通してしっかりと伝わってくる。さなきゃ。息のかかる距離で後藤がささやいた。開くことのできないまぶたの足元で涙が溢れる。掴んだ手にはぬるりとした感触があった。もうダメだ。痙攣するまぶたの元で、まぶたの下で眼球がぐるりと反転する。その時ふっと、喉の圧迫感がなくなった。
杖も抜かれたように耳の中の砂嵐は消え、ぼんやりと暗記をしながらも、阿部教官となった教室の様子が頭の中へ染み込んでくる。グド、何をやってるのか分かってんのか。太い先生の怒声が響き渡る。うぜえな、当たり前のこと聞くなよ。平然と答える後藤の姿がおぼろきに見えた。耳元で名前を呼ぶ波の声が聞こえた。内容わからない。その声は徐々に遠くなり、保健室、誰か手伝ってという言葉を最後に、プツリと消えた。あ？夕焼け小焼けに迷い道、人が高くて帰る道、一夜のうちに、もやシャンセ、一夜のうちに長シャンセ、はい。どうします？参りましたね。ぼんやりと声が聞こえてきた。耳の中ほど、つまり、はっきりと聞こえない。どうやら複数人の大人であるらしい。この子の映画さんって確か、何を言われるか。これは事故ですから。しかし、片方は教頭先生だと分かった。事故の言葉に黙ったのは三人の先生だ。徐々に頭がはっきりとしてくると、同時にじわりと頭の奥に、にじみを感じた。ピンマキの写真を見ているような気分だった。真っ白なカーテンに囲まれていた四角形のボードが、マス目状に並ぶ天井にカバーのついていない蛍光灯をはめ込まれている。かすかに消毒液の匂いがする。ぼーっとした頭でも検診にいるのだと分かった。体を起こす、ずぎりと頭が痛んだ。予測などできません。事件ではなく事故です。また、教頭先生の声が聞こえた。ベッドを囲むカーテン越しに二人の影が見える。二つの影が話す様子は人間味がなく、静かながらも怒鳴り合っているようだ。詳しくは会議で。しかしね、私はこれが最善だと思いますよ。先生のためにも。私もそう思います。スリッパをこすれ足音が二つ遠ざかっていく。薄くなる影が部屋から消えるのを待って、ゆっくりとカーテンを開いた。ガラス戸のついた薬棚の上の時計はすでに10時を通り過ぎている。2時間目ももうすぐ終わりそうだ。ちょっと切りどころがわかんないけど、この辺で終わっときますかね。どうし、後藤がなんかちょっとイカれてんな。どうしたんだろう。この辺がどう変わってくるのか。まあ終始はなんとか大丈夫だったのかな。まあいいや。というわけで、次回に続きますかね。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。今日ここまででした。口が回らん。